はい、どうも、ジュウです。本日発売のプリンセスピーチショータイム、今回から実況していきたいと思います。こちら、2005年に DS で発売されたスーパープリンセスピーチ以来のピーチが主役のゲーム第2作目となります。ということで、このピーチが主役のゲームがまさに19年ぶりに復活ということで、めちゃくちゃ楽しみにしておりました。ということで、今回のストーリーは全くわからないようなね、なんかそういうマリオゲームがね、発売されたので、結構楽しみにね、実況をしたかったんですよ、このゲーム。ということで、やっていきましょう。長旅お疲れ様です、ピーチ姫。あ、既読王国から少し離れたところなのかな？私はチケットの手配をしてきますので、少々お待ちください。その間、ロビーを見て回るのもいいかと、戻ってきたらお声をかけさせていただきます。そう、これ体験版がね、配信されていたので、まあ、ある程度は知っているんですけれども、まあ、とりあえずね、ここら辺はね、まあ、なんとかやっていきたいと思いますが、そう、なんかこういうアヒルみたいな行動いるんですけど、僕たちキャストは劇に出るのが夢なんだ。今日はお客として見に来たんだ、ということで、この、こいつはキャストンと呼ぶらしいですが、待って、この歩き方あれじゃない？これ 3D ワールドを意識しているような感じなのでしょうか？これは？やっぱりこの激動キラリスはいいな、何しろ。きらめきが他と違うもんな。ああ、キラリスタというのは主役の中の主役。希望を与えるスターをキラリスタって呼ぶんだよ。それはちょっと初めて知りましたが、とりあえず、とりあえずいろんなところがありますが、まだ話しかけられないのか。あ、ヒノピオがいた。どれを見ようかなーっていうか、チケットの手配は？チケットの手配一人に任せていいんですか？新作の剣士の劇はもうなく会場です。もう少々お待ちください。とりあえず、あ、ヒノピオ、ピーチ姫、準備ができましたよ。お、準備ができたということで、じゃあ、ヒノピオに話しかけていきましょう。今日のチケットです。お客さんを見てると、舞台も期待できそうでワクワクしますね。そうですね。お。そして何かが始まるぞ。もうすぐ始まりみたいですね。私たちも行きましょう。お、ここで、出るぞこれ。お、ここで劇場の中が暗くなりましたが、そう、ここからなんですよ。ここからが結構面白いところ。お集めの皆様にご案内いたします。ただいまより、お、ここで出るぞ、今回の闇が。私ども、グレーブ劇団による恐怖のショーの開演でございます。おー、あー、ピーチの王冠が、そう、今回ピーチの王冠、ないんだよね、実は。おー、ここで、劇場内が変わってしまいました。ということで、プリンセスピーチ、ショータイム、始まりということで、あ、ちゃんと、体験版の文字がない。なんか、そういうの、いいね、やっぱり。うわー！お、出るぞ。おー。そう、今回の相棒ですね。おー、やっぱりなんか、泣きながらここに出てきたんですか？え？どうするのかって？何なんだ？怪しい仮面のラツヤが劇をめちゃくちゃにしちゃったんだ。これじゃあ攻撃ができなくなっちゃう。どうすればいいんだ。お、ここはやっぱりピーチしかいませんよね。そう、君も公演を見に来てまくまれちゃったんだ。なんとかしないといけないけど、僕一人の力じゃ、君も協力してくれたら嬉しいんだけど、ダメ？あ、でも、こういう困った時はお互い様ですよ。え、協力してくれるって？ありがとう。お、いいよね、やっぱり、この展開は。出たよ、なんか浮いてるけど。僕はステラ。この劇場を守るきらめきの妖精さ。君はピーチって言うんだね。そうですよ。わかるでしょ？二人でお話を取り戻そう。きらめきの力を信じて。お、そしてなんか、これステージがありますね。これは確か、そう、あれですよ。まずは、奴を見かけたこの剣士の話に行こう。そう、これで、あくまでもこういうお話という舞台なのでね。まあ、実際のそういうステージ的な要素ではないんですよ。剣士と茨の城。いやー、なんかワクワクしますね。とりあえず、
なんとか頑張っていきたいと思います。これが最初のステージだと思えばいいんでしょう。ということで、もう行くぞ。お、出た。これの展開もまたあれですが、ここが剣士の話。やっぱり何か様子が変だ。あ、ん、お、何なんだあれは。あ、あ、一人倒れている。大変、誰か倒れてる。おお、まさか仮面のやっちゃらのせいで。あ、やっぱり倒れそうなんだ。そうだ、お、ここで出ますよ、これが。もしかすると、このやり方で、早速、キラミリの力を使ってみよう。ここで使うのが、そう、今回、リボンなんですよ、王冠じゃなくて。なんかそういうのも、なんかちょっと、一面らしいよね。うん、そのリボンを通じ、ピーチもキラミキを使えるようになったよ。おー、本当に使えるようになったんだ。さあ、キラミキをこの人に。このアクションを B ボタンで。OK、なんとか元通りにしていく。お、なんだか元気に。ほら、やっぱりそうでしょ。これがきらめきの力の一つ。人や物を輝かせて元気にする力だよ。ピーチとなら、きらめきの力でみんなに希望を与えることができるかも。Let's go! まあ、でも頑張っていきましょうか。お、なんか言ったね。どうやらこの場所は元通りになったみたい。お、なんだ、お城は大丈夫だろうか。行ってみようよ。おー、あ、操作ができるようになった。そう、こんな感じでね、こうやってコインもね、しっかりと集めていかないといけませんからね。これは後で役に立つことでしょう。おー、なんだ、あ、ここで敵が出たぞ。仮面のやつらだ。やっぱりまだこのお話の中に。お、こいつらも、お、リーダー。これ、スティックを押しながらやれば、あれなんだな。やっぱりあいつはきらめきが苦手なんだ。わ、待て待て、危ない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 。よしよしよし。いいぞ。なんとかここら辺も。で、ジャンプは A ボタン。あて、ここもしっかり敵を倒していく。あ、待て。これはタイミングゲーだ。OK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 。コインを10コインもらいました。ここがお城に繋がる近道なんだ。あれ、道がなくなってる？まあ、待って、本当に道がないよね。ちなみになんですが、これ、ダメージを受けると、はい、こうなります。これね、まあでもね、これ、ライフが5あるんですよ。なので、まあこれ、完全にミスしてもね、これ、ゲームオーバーという概念がないんだよな。OK。やったー、これで先に進めるよ。おー、行ったぜ、これで。よし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 。あ、そして、出た、これ。これは、きらめきストーンだ。素晴らしい活躍をした証だよ。輝きのペアがパワーズ詰まってるんだ。集めればきっと役に立つかも。あ、これはなんかあれですが。で、見てください。今回のやばい要素。はい。これね、きらめきストーンが各ステージ10個あるんですよ。これね、一つも取り逃してしまうと、後でまた取りに行かなければならないんですよ。大変じゃないこれ。多分初見殺しのような動画も出てくると思いますが。はい。おっと、あ、茨が出てくるようになったね、お城。まあ、でもね、もうさすがにもうここら辺もわかってるからな。でもね、体験版でもね、まだキラミキストーンコンプしてないんだよな。OKOKOK、とりあえず、剣の力でここが通れるようになった。で、この敵も、ああ、ちゃんと逃げていくね。で、そしたら何かあるのかな？で、この上を登って、あ、待って、ここにきらめきストーンがあったぞ。よし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 。ここもしっかり回収していく。で、お花が綺麗に咲いてたのに、あれ？ここは効かないね。あ、待って、これ確か、こうじゃなかった？こうして、あぶない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 。待て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 。ここも、やっていくと、はい。おー、けけけけけけけ。リボンが出ました。そう、これもね、収集要素で一つなんだよね。なので、実質、このゲーム各ステージに11個あるんですよ。おー、待て。そして、スロープいったら、めちゃくちゃ速くなった。
待って、なんとここら辺通り逃しが怖いんだよな。わあ待って、イバラが出てきた。え待って、ここ確かこれグラビティストーンがあったんじゃなかったっけ。行って、なんでよイバラが出てきやがった。 OK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 、 これで3つ目。ここもしっかりと行けている。 OKOKOK、 ここも待って、でもライフ3か残り。出たよ出た、この演出。あれは剣士のきらめき、ギーツならこの力を使えるかも。よーし、ここなんとかキラキラしていますね。ということで早速取っていきましょう。お、ここで行くぞ。これでここで来る、変身タイムだ。お、ちゃんとしたここがちゃんとつながっている。おー、変身シーンがやっぱりかっこいい。お、そして来たー、出ました、剣士ピーチ。これが見たかったのよ。おー、やっぱりかっけえよなこれ、忍耐で一番最初に見たやつ。ということで剣士ピーチに変身しました。かっこいいよねやっぱり。お、出るぞ、イバラだ。落ち着け、あ、体力が完全回復した。落ち着け、あ、危ない危ない危ない、落ち着け、ちゃんとこうして、さて、しっかり倒していく。 B でなんとかなる。 OK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 、 とりあえずこうして、で、ここも OK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 、 素晴らしい。 OK、 これで4つ目。お、なんだ、怪しいところを見つけたら ZL か ZR でアピールしてみよう。おー、これは何か、あー、でもなんか意味はあるな。お、そしてなんかあるぞ、僕も。お、こうするとコインがもらえる。これはできないのか。で、ここも、いけ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 、はい。よーし、よーし、よーし、よーし。いいぞ。あ、ここも、ひらめきストーンをもらった。OK、残りあと半分。ってことはもうそんなに長くはないと信じて、行きましょうか。あ、出たぞ。ここは通さんぞ。はい、ここは、敵の動きをよく見て、A か B で避けて反撃だ。あー、でも基本 B なんだよな、これ。攻撃が。危ない。待て待て、今、ダメージ受けるところだった。で、ハートはあるけど、なんというのは悔いはない。だって今、完全回復状態だからね。オッケーオッケーオッケー、いけ、おりゃ、よーし、いったわ。いいぞ。はい、これで、6つ目。よし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 、今のところ、取り逃しはないぞ。だって普通にあるパターン、落ちているパターンもあるからね。待って、ここは？で、ここは、特に意味はあるのかな？お、なんだ？おーい、どこ行くの？で、どこだ、ここは。あ、だだだだだ。オッケー、ちゃんとここもしっかり寄せて、はい、素晴らしい。オッケー、また、これをゲットしていく。待って、もう怪しいところはもう ZL か ZR。これはマジで覚えておきましょう。よし、いいぞ。で、今度はなんだ、もうすぐお城かな。あ、王様が、どうしたら、それはわからない、王様が大変だ、急ごう。そうですね、てかこういう劇場よく作れたな。あ、ハートがあったけど意味はない。この場所は、コインがもらえるくらいかな。あー、やっぱりそうですね。わ、出た、ボスっぽいな。かかれー、お、やばい、あ、剣で盾で弾かれる。いけ、おりゃ、背後をついて、いけ、おりゃ、いけ、もうせっかく B 連打。よし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 、いいぞ、いざ参る。出るぞ、ついにお前との戦いだ。敵の攻撃をジャンプ A で避けよう。攻撃をジャンプ、
危ない。行け。危ない。よし。あ、こんなに飽きなく倒れていいのだろうか。よーし。はい、ここでキラミキストの獲得。これで8個目。いいぞ。待て、間違えて ZR を押してしまったんだが、なんだ？で、ここは、うん、上にいる敵を倒したいときは、L スティックを上に倒して B で華麗にやっつけよう。こうして、いけ。あ、やばい。OK。あ、ジャンプしながらはダメなのか。ちゃんとこうやって上にしない、地上にいるときに使わないとダメなんですね。はい、わかりました。そしたらば、いけ。よし。待って、この、でかいコインはなんだ？あ、10コイン分か。待て、敵逃げるな。あ、これ多分、敵全部倒す系ではないと思う、多分。あ、ばい。待て、とにかく急ごう。あ、今なんかあったぞ。あ、きらめきストーンだ。行って。きらめきストーンがあった。とりあえずここ登って、はい、オッケー。これで9個目。さて、最後の1個が確かあそこだったから、もう大丈夫だと思うけど、取り逃しは。まあ、最初のステージだからね。出たー、王様。あー、王様が。あー、完全に乗っ取られてるね。この城は我々がもらった。おー。来るぞ、ついに。なんだ？なんかパックフラワーみたいな？いや、パックフラワー全然違うな。うん、A で受けよう。わかりましたけど。OK。さて、とりあえずこっちが攻撃しないといけないの？OK。とりあえずこれで完全回復。OK。あ、やばい。あ、この状態だとダメなんだ。待て。なんとか、あいつらにダメージを与えないといけない。いけ。なんとかハートが出てきた。よし。落ち着け。いけ。おりゃ。いけ。倒せ。まだか。あ、まだか。まあ、そんなあっけなく倒れるわけないよね。来いよ。あ、危ない。よし。いけ、おりゃ、おい。で、ここもしっかりと、しっかり作っていく。オッケー。ということで、これで、きらめきストーン10個回収できましたね。ということで、とりあえずこれで最初のステージクリアです。はい。オッケー。とりあえず、これで、このステージは完全攻略ですね。はい、取り逃しなし。ドレスリボンゲット。ドレスリボン。これは何なんだろうか。はい、195コインゲットして、続く。おー、なんかいろいろ楽しかったね、ここ。はい、ここで、お。とりあえずここをクリアして、おー。これで糸が1本切れましたよ。これは何なんだ？ありがとう。君と一緒ならきらめきの力が発揮できそうだよ。でしょ？やっぱりピーチは強いんだって。でも、この劇場自体が元に戻ってないし、さっきの怪しい糸と変な幕は関係してる？このお話にも何かされてるかもしれない。急いで行ってみよう。そうですね。なんとか、頑張っていきたいと思います。よし！じゃあ一旦今回はこれぐらいで終わるとして、じゃあ次回また次のステージを攻略していきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サバちゃん、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。